皆さんこんにちは。今日はこちらの新型ステップワゴンに搭載されておりますヤザーズの 11.4 インチのプレミアムインターダビン、こちらの HDMI の機能について今日はご紹介していこうと思います。で、今このように HDMI の機能が使えるようになっていまして、このような形で今、はい、このような形で今モニタリングしているんですけれども、まあ、こちら実は以前紹介した新型ノアボクシー、そちらでもミラーリング実は結構見たいとおっしゃってる方が多いんですが、ものによっては出力されないというものもあったりします。で、今回はステップワゴンどうなのかということがすごく僕の中でも気になったところがありましたので、まあ、今回改めてこれ実はノアボクシーで使っているミラーリングの機材なんですけれども、まあ、問題なく映ってるということでご紹介をしていこうと思います。はい、で、まずこちら一通り今並べさせていただいているんですけれども、このような形で、まあ、もちろん携帯はまず必要ということなんですけれども、で、こちらの方、ライトニング、こちらになります。で、これは純正のライトニングを使う必要というのがあります。で、その理由というのは、最近の、アプリとかでの、まあ、サブスク、Amazon プライムであるとか Netflix、まあ、そういったものを今度再生しようというときに、著作権信号という絡みがあって、純正を使っていないと信号が引っかかってしまうということもあって、モニタリングできないという場合があります。なので、この純正の Apple のライトニングのこれが必要になるというのがまず一つあります。で、もう一つこちら、すごく重要なところが、このスプリッターになります。で、実はこのスプリッター自体も、ものによっては出力されないというのが、ノアボクシーのディスプレイオーディオではありました。で、これは、出力される実績のあるスプリッターになっていまして、まあ、ステップワゴンでも試してみたんですけれども、しっかりと、このような形でモニタリングされると、まあ、いうことになっています。はい。で、まずこれが必要と。で、次に必要なものは、こちらになります。こちらの HDMI の、このケーブルになります。で、このライトニングと、このスプリッターをつなぐ、このケーブル1本と、もう一つは、こちら。これも同じものになります。これは 1.4 のハイスピードのケーブルになりますけれども、こちらと、それから、これ。これは、純正ナビの HDMI の接続ケーブル。これオプションになるわけなんですけども、これが必要になります。これがないと、ミラーリングできません。で、これは RP5 と同じものになりますので、まあ、そのまま RP5 から乗り換えの方でしたら、そのままつけて使うこともできます。はい。これによって、このような形でミラーリングがしっかりとできるようになるということで、まあ、これを使っていただければ、まあ、ほぼほぼこのステップワゴンでもミラーリングを楽しんで移動することができるということになります。はい、で、次にミラーリング、これ接続しないとわからない機能というのがあるので、そちらをご紹介していくと、で、このようにいろいろ項目があります。イコライザー、トーンコントロール、バランスフェーダー、ラウドネス、ポジション。あと、この辺がちょっとよく私もわからないんですけど、プレミダイヤ HD。それから音質効果オンオフ。音質設定の初期化とか。まあ、こういった形で結構きめ細かに設定ができるようになっています。これはもう、HDMI の専用のセッティングになってるわけなので、もう以前のステップワゴンではなかった機能になっています。で、私もあらかじめ設定はしてあるんですけれども、例えばすごくいいなって思ったところに関しては、このポジションの設定です。これちゃんと後ろ戸席座っている人にもちゃんと音が楽しめるような形になっています。で、前だけだったら前だけもできるし、左だったら左、右だったら右っていうこともできる。まあ以前のステップワゴンでもついてたんですけれども、ちょっと物足りなさっていうのはやっぱり正直あったところなんですが、まあ今回ちょっと音に関しても聞いてみたいと思うんですけれども、
まあ、このような感じで、結構いろんな機能がついているということで、これはかなり楽しみだなというのをすごく僕の中でも感じます。で下、これステージにしておきます。まあ、こんな感じで音を聞いてみたいなと思います。YouTube とか例えば見るときなんかですと、まあ、こんな感じで、もう大画面で見ることができますし、で、状況によって見れないものがあります。で先ほど言いましたけれども、著作権信号が働いてしまって見れないとよく言われていたプライムビデオがどうかというところです。これ結構今見れなかったりするケースが多いんですけれども、これがどうかというので、ちょっと再生して見てみたいと思います。このような形で、このビデオの再生に必要なライセンスの取得中に問題が発生しました。Amazon カスタマーサービスのお問い合わせ、エラー7243とお伝えくださいということで、まあ、このような形で、見れない場合があります。これカスタマーセンターに問い合わせると見れるようになるのかな?ちょっとこの辺もあるんですが、これ結構ノアボクシーではあったんですけど、でもノアボクシーは見れました。で、旧型のステッパーゴンも見れた。あ、見れます。ちゃんとこのような形で。まあ、ビデオにもよるんだろうと思うんですけれども、ちゃんと Amazon プライムもしっかりと見れます。Amazon プライムが見れれば、ほぼほぼサブスクに関しては、まあ、見ることが可能と、まあ、いうことになります。はい。で、次に、今度、肝心な後ろ、ちゃんと映ってるのかどうかということを確認してみたいと思います。はい、今ちょうど後ろに座ったところなんですが、ちゃんとこのように後ろでも見れるようになっていまして、でもう一度 Amazon プライムを見ていきたいと思うんですけれども、まあ、今こちらワイルドスピードだったんですが、じゃ今度また違うものにしてみたいと思います。もう一回スパイダーマン。これが見れるかどうか。はい。ちゃんとスパイダーマンも、まあ、見れるんで、まあ、ほぼほぼ見れると言ってもいいと思うんですけれども、このような形でしっかりとプライムビデオも見れるということで、著作権信号等も特に問題なく映せてしまうと、まあ、いうことになります。はい。で、最後に音をちょっと聞いてみたいと思うんですけど、音に関しては、はい、今音なんですけれども、で、今回こちら、非常に便利でして、このリモコンで、このように、後ろの、この後席モニターに向けて、ボリュームの調整、このような形で、かなり大きな音が出せますし、こう調整がちゃんとできる。これ結構便利だなと思います。で、音もね、結構いいですね。もう、先代のステッパーゴンとは全然、比較にならないぐらい音もいいですし、でこれ実はスピーカー自体もオプションのスピーカーになっているので、まあ、音が全然違うんですけれども、非常にこの音波感もしっかりと出ていて、これはねかなり性能としても上がってるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回こちらの新型ステッパーゴンのギャザーズの11.4 インチのプレミアムインターナビ、こちらの HDMI の機能についてのご紹介、それからまあミラーリングの詳細について今回ご紹介をいたしました。当チャンネルでは車およびカー用品のレビューを行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価いただけますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。